元気があれば飲んでもできる実況アナウンサーの鍵野孝彦です。今回は合気道は待ってはならない、こういったテーマで話を進めていきたいと思います。さあそれでは早速お届けいたしましょう。今回のテーマはですね、合気道は待ってはならないというテーマでございます。これは私が今思っていることと自分の実体験から来るテーマなんですよ。合気道は、合わせると言いますよね。合わせると言っても非常に難しいんです。この合わせるっていう定義が難しい。相手に合わせるんだけれども、ちょっとずれるとボコボコにされます、さっき言って。ですから私は合気道は待ってはならない、合気道は受けてはならないと思います。これは自分の実体験です。少林寺のやつとですね、スパーリングをした若かりし頃、相手の腕を取りに行こうとした、取りに行こうとするとゴテゴテになるんですよ。待っちゃうんですよ、打ってきたのを待っちゃう。そうするとゴテゴテ、もうあとはサンドバッグ状態でした。もう突き蹴り浴び放題でした。ボコボコにされちゃったので、その後です、もう一戦やったの。今度は自分から踏み込んでいったんです。そしたら抑えることができたんですよ。その時の感覚がよぎってるから、決して合気道って待ってはならないと思ってるんですよ。受けてはならないと思ってるんです。王先生は、そしてまた斉藤守弘先生は、合気道は我より攻撃すって言ってるんです。斉藤先生はあるインタビューの中で、合気道には攻撃はあるって言ったんです。合気道は攻撃ですと言ったんです。我より攻撃すなんですよ。でも文献によってはね、自分から攻撃するものはないと言うから、合気道家はちょっと迷ってしまうと思うんだけれども、温先生も言ってるんです。我より攻撃する、両手および両足を同時に使用する、地上に押さえるとき腕と胴体直角鳴らしめること、鍵をなり、これ一挙です。これ言ってるんです。我より攻撃するなんですよ。でも合わせるって言うでしょ。これでね、混乱すると思うんですよ。これ、どういうことかっていう、自分なりに分析をしてみた。どういうことなんだろう。合わせると言いながら我より攻撃する、我より攻撃するなのに合わせる、わかんねえなってずっと思ってた。で、最近いろんなものをまた研究し始めて、こういうことかなって今思ってるんですよ。あのですね、ことの起こりってありますよね。これボクシングでもそうなんですよ、格闘技もそうなんですよ、打撃系もそうなんですけども、ことの起こりに合わせるんですよ。相手が打ってこようかな、打とうかなと思った瞬間に頭って一瞬動くんです。その瞬間に相手が打ってくるより先に入っていく。これがボクシングなど打撃系においての一流選手がやっていく戦法です。ですから事の起こりをしっかりと見定めるってことが大事なんですよ。あっと、これができてる人が達人なんです。これ練習しないと無理です。練習しないとゴテゴテになってしまうんです。ゴテゴテになってしまうとサンドバッグ状態で、雨あられ状態でやられっぱなしになっちゃうんですよ。実際私がそうだったから、自分でも経験して分かるんですよね。なっちゃうんですよ。だからちょっとしたことなんですよ。ちょっとしたこと、ことの起こりをしっかり見て、来たなっていうのに合わせるのよ。わかる？わかります？難しいです、これ。これ難しい。ですから、これは修練が必要なんですよ。あっ！ただ、問題が一つだけある。超一流になると、頭動かない。丹田で動くんですよ。これは難しいよ。これはもう達人の世界だから、もうこれができてからの話ね。一流選手は丹田で動きますから、頭動かさずにスッと入ってくるのよ。これ難しい。これはちょっと私もできない。ですから今できることは、相手のことの起こりは瞬時に判断して、それより先に入っていくっていう感覚ね、意味合い、自分が入っていくって感覚、そこで合わせる。だから難しいね、合わせるのと入っていくっていう加減が難しいんですけど、まず入っていくってことに対する恐怖心をなくしてから、それに対して合わせるっていう形で持っていった方が分かりやすいかもしれないです。分かりやすいかもしれない。具体的例を挙げますとですね、我々合気道によって月に対する小手返しってあるじゃないですか。月に対する小手返し。あれって、突く方は追い突きなんですよ。追い突き。ただ、ボクシングに追い突きはないです。空手は追い突きあるけれども、全部が全部追い突きじゃないです。この状態でね、
ガーンと行くってこともあるんですよ。前出なくて、追い突きじゃなくて。ボクシングこの状態なんですよ、この状態。この状態で足は前出てこない。この状態でジャブが出るでしょ。ね、ストレートもこの状態ですよ。後ろの足バッと踏ん張ってね、ガッと出てくる。ということは必ずしも追い突きじゃないんです。前回ご紹介申し上げた通り、肩稽古は実践のひな型ではないって、ここから来るんですよ。これもあるんですよ。ですから必ずしも追い突きで来るわけじゃないから、自分からあ来るなと思ったら入っていく。有川先生の小手返しでちょっとご案内したように、あの方中に入っていくんですよ。有川先生って元空手の方だったから、入っていくことに関しての恐怖心ないみたい。あれを聞いて、あ小手返しも中に入っていくべきかもしれんと。これはね、肩稽古においてはいいんですよ。今まで通りの突きの小手返しでいいんですけども、やはり違った観点からものを考えていくと、例えばボクサーもそうだし、空手家も全てが全て追いつきではないんで、自分から入っていって小手返しのあの展開に持っていくということも必要だと思うんですよ。それにおいてはね、事の起こりっていうのもしっかりと把握する必要がありますよ。ですから合気道は受けてはならないし、待ってはならないと思うんですよ。待ったらボコボコにされます。やってみりゃ分かりますよ。やってみたらボコボコにされるから、特にねフルコンタクトの選手から見ると合気道なんかっていう感じらしいんですよ。でこれはもう受けちゃうから、受けちゃったらもうバン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 ってきますよ彼らは。そうじゃなくてこっちからもう入っていく、事の起こりを見定めて入っていく、これが必要だと思うんです。合気道の技術って非常に高度なんですよ。難しいんですよ。でもこれができた暁にはものすごいパフォーマンスを発揮することができるんでね、私が言ってることが全てだとは思わない、思わないけれども、私も対打撃ってのはずっとテーマだったのよ。その中で今思っている、まあ今たどり着いた結果がご案内した通りなんですよ。ですからやはり合気道という武道においても基本は攻撃、我より攻撃すなんですよね。これはもう大先生が言ってますから、そして斉藤先生も言ってるから、これは間違いないと思うんです。それをどう今までの例えば合わせという考え方に合わせていくかと、整合性を持っていくかと、すり合わせをしていくかということではないかなというふうに思います。非常に難しいテーマだと思いますよ。それでもやはりね、合気道ってのは素晴らしい武道ですから、それが分かった時にはおそらくステージが一つおよび二つ上がってるんじゃないかなというふうには思ってます。ということで今回はですね、合気道は待ってはならない、こういったテーマでご案内をさせていただきました。この辺りでご無礼を。元気ですか？元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野孝彦です。よろしくお願いいたします。バカさん。Ha ha ha.